今週のテーマはものづくりの魅力を世界に発信、地場産業を支える職人たちの試み。県南地域は伝統工芸品など地場産業の集積地、優れた技術を持った職人や若手経営者たちがものづくりに取り組んでいます。伝統工芸に対する熱い思いを持った職人たちがものづくりの魅力を発信するため、2018年からオープンファクトリー五感市を開催しています。今年は中止となりましたが、ものづくりへの情熱が消えることはありません。普段は見れない工場の雰囲気や商品の魅力を感じ、ものづくりの関心と知識を深めていただける内容となっております。匂いだったり、その工場の熱量だったり、あとは雰囲気だったりっていうものがリアルにこう見て体で感じていただけるのが、自分たちにとっても一番こう分かってもらえるっていうところにつながるかなと思っております。さまざまな企画を通して来場者との交流を行ってきた五感市。発信する側の事業者や職人の皆さんにとっても得ることが多い貴重な機会となっています。生で見てもらうことによってお客様にも感動をしていただけますし、楽しんでいただけますし、対応する私たちもお客様と直に触れ合うことによってこう伝えられることもたくさんありますし、楽しくやらせていただいてます。昨年はオンラインでの開催になりましたが、周遊型は直接直での感動というものを伝えられますので、これからも岩手県南の工芸の魅力を伝えていければと思います。過去のイベントの様子や参加企業の概要は五感市ホームページから確認できます。岩手の伝統工芸品の魅力を世界に発信しましょう。岩手ワンコ広報室、来週もお楽しみに。